こんにちは、たかしです。本日は4月13日金曜日、週末ですので来週15日からのポンド円そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。まずはポンド円の日足からです。金曜日は大きめの陰線になってきました。今までじりじりと上昇していて、ここしばらくこの黄色のラインで上値を抑えられていたところに金曜日で強めの下落。ただし今日足は基本的には GMMA の青帯が上向きですので上昇トレンド中なんですね。ですので今この金曜日の下落が大きな下落の初動になるのか、それとも日足の GMMA に押しをつけに来ただけなのかっていうところを見ておきたいです。月曜日この GMMA の青帯を下抜けるような動きになってくると、ここから大きく下落していく可能性がありますし、逆に月曜日に値固めをしてくるようですと、この日足の GMMA 付近からの上昇になっていきますので、どちらの動きになるのかを見ておきたい。ただ注目なのがこの直近3月20日の高値、そして今週の高値っていうところが高値を切り下げてきておりますので、もしかするとここから大きめの下落になる可能性も十分ありますので、現在は日足の上昇トレンドに戻っていく可能性、そしてここから日足の上昇トレンドを崩して大きく下落していく可能性の両方を考えておきたいです。ストキャスティクスは今デッドクロスして下落中ですので、これだけを見るとまだここから下落するのかなというふうにも取れますので、もしこのまま下落してくれば、まずはこの白い水平線188円付近までの下落をイメージしておくといいと思います。では4時間足です。4時間足ではここ直近上昇トレンドを作っていたんですね。4月の2日ぐらいからじりじりと上昇トレンドを作っておりまして、 GMMA の青帯も上向きだったんですが、木曜日少し上値が重くなって金曜日はそこからの下落、そして大きな陰線で終えております。ですので基本的には今日足は GMMA に接触して反発上昇するかもというポイントではあるんですが、この金曜日の動きを見ていると上がったところは売られやすい、基本的には戻り売りがやりやすいと思います。ただし先ほども言いましたように日足の反発ポイントにもありますので、ここからの上昇の可能性もありますので、両方の可能性を考えておく必要がありますね。現在下落してきた場合、上昇していた場合のターゲットを何本かオレンジの水平線で記しておりますので、下落していけばこのあたり、このオレンジの水平線付近が意識されてくると思います。上昇していた場合は今 GMMA の青帯の下にありますので、まずは GMMA の青帯付近、そこからの次の下落の流れをイメージしておきたいですね。では1時間足です。1時間足は綺麗に下落トレンドを作ってきております。ただしやはり金曜日の下落が結構強かったので、月曜日は調整の動きを待ちたいですね。例えばここ4月の10日の水曜日の下落、ここも結構大きな下落でしたよね。その下落に対して1日から1日半ぐらい次の日に調整の動きをしてますよね。4月11日の木曜日は調整の動きですので、今回も金曜日大きく下落してきたので、次月曜日か、もしくは月曜日から火曜日にかけてはこのあたりで調整の動きをしてくる可能性がありますので、まずは現在地付近で調整の動きを待って、そこからの上昇になるのか下落になるのかっていうところを見ておきたいです。ということはつまり月曜日は分かりにくい動きをしてくる可能性が高いので、その辺は考慮に入れておきたいですね。では次はドル円の日足です。こちらは相変わらずなんですが、今までと一緒ですね。152円手前ぐらいで揉み合っていたのと同じような雰囲気を感じますので、現在153円少し超えたあたりですが、現在地付近で横横の動きをしてくるかもしれません。ストキャスティクスも高値圏に差し掛かっておりますので、ここからストキャスティクスはデッドクロスして下落に向かうけれども、チャートは下落できずに横横の動きをするのかなという、そんな想定ができます。ただストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてくると、やはり上値は重くなりますので、上がったところは売られやすいし、下がったところは買われやすいという、そういう相場になってくるかもしれませんので、綺麗にレンジを作ってきてくれればそこでのトレードは可能なんですが、分かりにくい動きをする可能性もあるので、そこはご注意ください。では4時間足です。金曜日は一度下押しをしてからの上昇になってきております。 GMMA の青帯付近まで一度下落して
て、そこから押し目買いが入ってきた、そんな感じですね。ストキャスティクスはまだ下落中ですので、もう少し上値は重くなるかもしれませんので、そう考えると月曜日はもう一度じりじりと下落してきて、金曜日の安値ぐらいでダブルボトムを作って上昇していくのかというところを見ておきたいです。基本的には GMMA の青帯上向きですので上昇トレンド中です。もちろん 153.4 付近が今上値になっておりますので、そのあたりからの下落の流れっていうところも考えられるんですが、基本は下がったところを買っていくのが安全です。では1時間足です。金曜日のこの下落、ちょうど押し目買いのポイントとしてはやりやすかったんじゃないかなと思ってます。ちょうどこの過去何度もこの辺サポートされていますよね。 152.8 付近ってずっとサポートされていて、金曜日もそのあたり、まあ下抜けはしているんですが、結局次のローソク足で戻してきたりしてますので、やっぱりこのあたり 152.8 付近が底堅いっていうのが分かりますし、まあその後も下髭ですので、ここからの上昇の流れには乗れたかもしれない。ただ時間的には遅くなってますので、トレードできるかどうかっていうのは微妙なんですが、動き方としてはこの動き方すごく分かりやすい動き方、つまり金曜日のこの下落っていうのはちょうどいい押しをつけてきてくれたなっていう、そんな動き方でした。ただし1時間足ストキャスティックスはもう高値圏ですよね。ですのでその辺は注意が必要ですし、まずは週明けもし押し目買いを考えるのであれば、一度金曜日の安値ぐらいまで下がってくる、もしくはもう少しこのストキャスティックスが下落方向に向いてから次の上昇のタイミングを見ておくといいと思います。でもしショートエントリーで考えるのであれば、この直近の高値付近です、このあたりですよね、 153.3 から4の間ぐらい、その辺付近が上値が重くなってきているポイントですので、そのあたりからの下落の流れをイメージしてもいいと思いますが、基本的にどの時間軸も上昇トレンド中ですので、上抜ける可能性は十分あります。上抜けた場合はすぐに損切りをするようにしてください。そうでないと大きく上昇していく可能性は十分ありますので。そして現在為替介入がいつ入るかわからない状態ではあるんですが、介入期待でのショートエントリーということはしないようにお願いします。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。